桃源郷へなんてなんてミッション名だよ。なにこれ、なにこれ、カートカートカートっていうか、わーい大車だ。お前邪魔すんな。この町で数多の美女を攻略してきましたね。いいなあ、私も攻略したいぜ。第11章神器。だいぶ進んだね。なんというか、なんというかだな。残念だったな、シンジとレーナは。ここ以外に頼れるところがなかった。そうだね、逃亡犯だからね。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ありがとう。ああすまん。花屋さんのお世話になりっぱなしだよね。もうなんか、なんだろう、もうちょっとこうお礼できるよね。そうだ、シンジは確かにそう言っていた、うん、しかしそんな名前の女いくらでもいるぞ。そう、それだけじゃな。いや、そうでもねえ。錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。こらこら、知ってたか、キリ。知らない。まあな。え、知ってんだ。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。桃源郷、そこのナンバーワンが確か明美。あら、なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。へえ。しかも、え？1回遊ぶのに100万はかかる。どんだけ高級なの？100万。そんなもんなの？タレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。こらこら、そんなところで。ソープって何？お風呂だよ、お風呂。その、そう。まあ、風呂屋だ。かわいい、キリュウちゃん。サウナか。俺に振るな。かわいい。銭湯ってこと。そう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 。いや、それとも少し違って、そのおじさんは行ったことあるの。あ、やめろ。あ、いや、まあいいや、うん。え、かわいい。なんかすごいかわいい。うそ、私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。これは一本取られたな。なんか和やか。桃源郷へ。なんてなんてミッション名だよ、バカ。桃源郷に入るには桃源郷の会員証が必要なんだ。ああー、なんか何回も通ってたあそこか。ああ、なるほどね。そうだ、神明という女が桃源郷で昔働いていた。今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。神明に会えばもっと早く手に入るかもな。へえ、神明ちゃん。まあ社員に行けばいいってことね。伊達さんも行かないのか。ああ、俺は本庁から呼び出しがかかってるな。まあ懲戒免職の事例だろう。いいのか、伊達さん。気にするな。こっちから鉄帳を投げ返してやるつもりだ。桃源郷の会員証を手に入れるまで、はるかはここで預かっててやる。手に入れたらここに来てくれ。はい。なんかすごい話になってきましたけれども。まあ、仲間二人をね、失って。一人は裏切りによって、一人は、まあ、死別、なんて言うんだろう。忠義による死別ですか。でもどっちも裏切り者になっちゃったんだよね。そうやって考えると、レーナは僕らを裏切って、シンジは組を裏切って、それで何か得られたんだろうか、どうなんだろうかというところなんですがね。はあ、なんだかな、サブイベントもちょっとね、うまいこと言ってないんですけど、ギャングバスターズ2があるな。ギャングバスターズ2はちょっとやっておきたいところなんですけれども、まあまあ、お話をねこのまま進めていけば何らかはあるでしょう。じゃあちょっとね、小牧さんのところでやりましょうか。イベントをこなしましょうか。小牧さん、この人は小牧さんじゃないけど、
実は私ここに来る前は天下一通りに居ついてました。セレナのレーナさんのこともよくお見かけしてたんです。あんなに若くて綺麗な人が私なんかより先に。やりきれませんな。まあどうなんだろう、ヤクザと関わるとかさ、人をなんかこう裏切っていろいろ陰で暗躍するっていうのはそれぐらいの覚悟が必要だってことなのかな。ああ、桐生の旦那ですかい。シンジさんはお気の毒でした。なんでも風俗好きの間じゃ有名な。なんかこんな話聞きたくなかったな。風俗情報館なんかにもよく顔を出していたそうです。七福通り沿いにありますから顔を出してみては。そっか、シンメイちゃんに会う前に社員の、情報を、聞くってことなのかな、かもしれないな。ということで、小牧さん、あれかな。ああ、ハロー、久しぶりじゃない。む、鍛錬も十分なようじゃ。オッケー、やりましょう。では参るぞい。小牧さん、今日は何を教えてくださるんですかね。お、やる気じゃないか、随分と。よいか、これからわしが攻撃を仕掛ける。わしの攻撃に合わせて三角で攻撃を行うんじゃ。小牧流虎落とし、敵の攻撃に合わせて三角を押すとカウンターパンチを繰り出します。え、はい、え、おお、かっこいい今の小牧氏。おいよ、いいんじゃないですか今回は。でもね、リカバリーがちょっと長いね、この人。あ、いや、はい、すいません。はいよ、これできないと思う、実戦。よいしょ。いやー、これね、無理かな。全然無理だと思う。あ、今は多分小牧さんの方を見てなかった。あ、ばばばば、今は僕が焦った。はい、よいしょ。こんな上手にね、見極めることなんてできやしないよ。よいしょ。これの後に何かもっとすごいの教えられるのかな。あと一回なんか、あ、でもレベル的にこれが最後じゃないか。これが今回これだけかなぐらいな感じ。あ、ばばばば、よいしょ。はい、あと一回ね。おいしょ、ばばば、うえ、あと一回。あー、ばばばば、もう頑張って、あと一回。オッケー、終わりでしょ、これで終わりでしょ。うむ、見事じゃ。これにてこの技は終了じゃ。ボクシングを収めたやつのパンチには困難だが、ぬるいパンチにはこの一撃でギャフンと言わせてやれ。あれか、フットワーク軽い人たちっていうのは、ボクシングをなんかちょっと習得している人なのかな。そういう人たちのパンチには効かないという感じなのかもしれないかもしれない。じゃあちょっと話しかけられるようになったら一回話しかけてですね。グヌー、ヨウジさん。おお、マナでしよ、生きておったが達者なようじゃな。はい。ああ、ダメか、承知した。能力強化もね、なかなかもうちょっとかかるかな。ジャイアントスイング、気になるね。鋼の意志も気になるけれども。じゃあどこ行くんだっけ。シンメイちゃんのとこだったっけ。皆さん顔色悪いですぜ。そうだね、今はなんかそんなに武器も持ってないから、アイテムも持ってないし、ちょっと金欠気味だな。そう思うとちょっとでも稼いでく方がいいかもしれない。普段はランダムエンカウントしたくないからこれつけてるんだけど、今回は何回か戦っていきながら小銭稼ぎながらかな。あれ、武器屋のおじさんは、あ、お前か。はい、こんにちは。
僕ね、すごく気に入っちゃったのでライターをライターを2個ほど貼っておきたいですね。あとは、まあいっか。まあそれなりに、どっかで拾いながらね、やっていければいいんじゃないかな。じゃあ、一回ちょっと、アイテム、回復剤をね、買いに行きますね。お、なんだい？聞きましたよ。桃源郷に行かれるんですって。あそこは入店だけでも手間がかかります。風俗情報館の場所はご存知で？知ってる知ってる。知ってる。ならいらぬ心配でしたな。は？場所は知ってるけど、じゃあ知らん何職？風俗情報館がある。そこでならいろいろな情報が聞けることでしょう。水野という男がいるはずですから、ぜひ話しかけてみてください。そうだね。まあ、一回話しかけたことあった気がするんですが。まあ、あそこに行く前にね、アイテム買っていこう。おぉ、新名ちゃんからメールが来たっていう若者。もう、キャバ嬢からのメールがすごくって大変なんですよ。今僕がハマっているのは社員の新名ちゃん。太平通り沿いのキャバですよ。それと七福通り沿いに風俗の情報館があります。そこでもいろいろ話が聞けると思いますよ。なんかすごいさ、すごい教えてくれるね。こんなに親切なゲームなんだ。お前は何を教えてくれるんだい。好き嫌いせずいろんなものを。あ、これは一回聞いたね。あとはなんかお話聞けるとこないかな。お話聞ける人社員もいいけどジュエルもいいね。全然キャバクラ行ってないね。なんか一回行って普通だったのがちょっとね。お金もないし。俺この辺取り仕切ってんだ。お前らみたいなのがうろつかないようにな。はい。なんかね、キャバクラよりもね、マッサージの方が個人的には盛り上がりましたね。はぁみたいな感じの。でもやっぱキャバクラもね、行っておかなきゃいけないんだろうか。プレイスポットとしては武器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 、ここはこれがある。うわいはいよー、ドッカン、かわいそう。よいしょ、まだ使えるの。うわー、よいしょ、はいよー、よいしょよいしょ、うわしょい、はいよー、中島、見た、上がってこいよ。よいしょ、小銭稼ぎのために今戦ってるのでね、ぜひお金はたんまりと欲しいななんて思うんだけれども。あー、まだいた、まだいた。あ、ダメだった。壁の極みで倒したいな。ちょっと早く早く早く。あ、ダメだった。なんだ今のすごい、なんかすごい回転したんだけど。はい、ごめんなさい。これでお許しを。銀の皿。あ、なんかお皿は換金アイテムだってね、お話だったんですが、どれくらい換金されるかしら。どれくらいのお値段かしら。3万とかくれないかしら。かしらかしら。あ、ここアイテム、回復アイテムをね、もうめちゃくちゃ重要ですよ回復アイテム。買えるだけください。高い。あー、お金ないね。もうリアルでもお金ないのにゲームの中でもお金ないとか最低なんですが。じゃあちょっとお皿売りに行ってみようか。近いでしょ多分。よいしょ。まあ、ここに行くのは分かってるんだけど、風俗情報店にも行かなきゃいけないんだよね。の前に、どこだ？ここかな？ここに行きたい。恵比寿屋さんで物を売る。こういうさ、歩いてる時にね、コメント返信とかすればいいんだろうけど、なんか、なんだろう。以前はさ、コメント返信コーナーみたいなの作ってたからさ、ここで喋ることに
すごくあの、なんていうの、慣れてないというかちゃんとね、あのコメント返信コーナーではちゃんとその、どのコメントに返信しようかなっていうのをあらかじめピックアップしてメモ帳に貼っ付けておいてから、あ、道間違えた、収録してたので、もうね、そういうことやらないとね、とも喋れない方なんだよね全然喋れない方なんですよ、雑談下手なんですよね。あ、ばばばば、なんじゃ。俺さ、今日食うか何も困ってんだよね。おとなしく財布置いてってくれるわけないよね。あ、こういう人はあんまりお金くれないから、あんまり僕も戦いたくないな。さあ、じゃあまあ普通にね、ビス屋さんに行きたいんだ、普通に私はさ。あ、なんかお花が、お花があるよ。よいしょ。うれ、あ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、カート、カート、カートっていうか、わーい、台車だ。お前、ま、邪魔すんな。わしはな、今カートをな、わー、あ、はい、ペタッと。今極みとかやりたかったんだよ。みんな違うね、今違ったね。とりあえずこの人邪魔。よいしょ。ね、あ、間違えちゃった。おー、ガード、よいしょ。あ、壊しちゃう、壊しちゃう、いいや、壊しちゃう、よいしょ、よいしょ。からの、からの、あー、よし。なんか意外と硬いよこの人たち。終わったけど、終わったけどな。頭から、ほんとすいませんでした。これで許してください。5000円。もう私も金欠なの、巻き上げるためにランダムエンカウントしてるの、ほんとに。さあ、お皿は、お皿はいくら売りに来た。お皿、お皿1万か。まあまあまあいいでしょう。あんまりね、物も持ってない。あ、ドデカピオとか売れるんだ。へえ。モノグラムのバッグ。キャッタフードって何に使うんだろうね。これよりも先に使うとこあんのかな。あ、これ売る。うん、ありがとう。で、ラッキーブレス。ああ、騎士母神のお守り。売っとこうかな。いや、まあまあまあ。当面別に。死ぬほど困るわけじゃないしぐらいの金欠なので、まあまあ本当に困ったら考えよう。したら、じゃあ、風俗情報館にね行って、うん、この辺りの見張りを頼まれてるんじゃ。はい、ということでね、カットかな。はい、ですね、とりあえず情報館前に来たんですが、ここに来るまでの間にね、かなり絡まれまして、現在所持金18万、結構たまりましたね。よかったよかった。お、いいよ、おいで。お、あなたシンジさんのお知り合い？そうでしたか、話は聞いていますよ。シンジさんもお気の毒に。まあまあ、桃源郷のことを知りたいということで、太平通りをずっと東にいたところにある会員制の高級ソープですな。その会員証ってのがなかなか手に入らない。裏では法外な価格で取引されてるとか。ちなみにシンジさんのご指名はアケミって姫でした。店のナンバーワンですよ。あー、やっぱナンバーワンっていうのはね、サービスも充実しているんでしょう。じゃあ社員ですね。社員のシンメイちゃんについて。あの部屋ぼったくりも多い。あ、女の子のことって聞けないんだっけ？ジュエルのこと。この情報館を出て七福通りを東に。あれ、女の子のことってなんかすげえいっぱいいるじゃん、この間と違って。桃源郷と呼ばれる店がありますが、あそこには限られた人しか入れないようですよ。ほんほん、まあ会員証がないとね、どうしようもない。ショーパブにはフリーパスがあるという噂だ。はい、僕持ってますっていう話はね、以前にしたかもしれませんね。私、夜の達人と呼ばれるものです。この町で数多の美女を攻略してきましたね。いいなあ、私も攻略したいぜ。お兄さん、耳寄りな情報があるんですけど、話だけでも聞いていきませんか？まあ、聞こうじゃないか。ピンク通りの社員ってとこ、キャバクラにエリナちゃんって子がいましてね。
あの子はとあるプレゼントで商売っ気なしにイチコロになるんですよ。キャバクラ初心者にはたまらん子でしょうな。なんか貴金属が好きみたいな感じの子じゃなかったでした？社員のゆずちゃんには散々つぎ込んだんですが、全然オフとは付き合ってくれないんだもんな。どうすりゃ最後まで持っていけるのやら。私キャバクラってそんなに詳しくはないんだけれど、アフターっていうのは最後までっていうのはつまりそういうことなんですか？同伴は知ってるんだけどさ、一緒に、同伴も知らないかもしれない。一緒に行くやつ、あのお店まで。だから早い時間に同伴誘われる的なやつ。もうわかんない夜の話は。物騒な事件ばかりで寒い夜が余計に冷え込みますが、私のリビドーは今夜も熱くたぎってます。今夜はどこで遊びましょうかね。リビドーって僕あの筋肉少女隊好きなんであれなんですけど、愛のリビドーって曲がありまして、我が性的衝動王っていう歌詞があるんですね。まあ、リビドーってそういうことなんでしょうね多分ね。お盛んね。じゃあ普通に社員に行く。社員は右側のあれジュエルなんだよね。さっき話聞いたのね。社員ここは違う。ビーム、社員ここ違うもんね。 M ストアってなんだっけ。コンビニだっけ。社員、あれ社員どこだっけ。どこに向かってって言ってたの忘れちゃった。もう一回聞きに行こう。社員どうも、社員のこと教えてくれ。ピンク通りの中ほどにあるキャバクラ。ピンク通りってどこよ。マップで中ほどに、ピンク通りを中ほどに、ここだっけ？エイジアだ、ここ。あ。はい、ということでね、行こう。はい、とりあえず社員の前まで来たので行きましょうか。高級キャバクラ社員。新名はいるか？ええ、奥にいますよ。ちょっと会わせてもらうぞ。ちょっと会わせてもらうってすごない？こんばんは、私新名って言います。指名してくれてありがとう。ああ。お飲み物は何になさいます？新名、いきなりですまないが。はい、何でしょう。桃源郷の会員証を持ってないが。突然だよね、本当に。あなた、なんでそれを。ちょっと会わなきゃならないやつがいるんだ。だがもう時間がない。そうですか。でも私からのお願い受けてくれたらお話お渡しします。なんだ私本当は密入国者なんです。とんでもないこと言い出したよ。それでこの前警察に捕まりそうになって、このままじゃ絶対に見つかっちゃう。私だけ中国に戻ったら弟が一人ぼっちになるんです。弟？こっちにいるのか。キユさん全然相手の方見ない。女苦手なんじゃね。はい、父が日本で作った愛人の子です。わけあって今は私と一緒に暮らしているんです。そうなのか。じゃあ一人でその弟。キユさん、人弁士って知ってます？人弁士？人弁士？この町にいる偽造屋です。絵画の贋作から偽札、偽造パスポートまで何でも偽造できる人。そんな人いるの？偽の人弁からそう言われているようです。そこら辺にいるコピー野郎とは違うのか。はい、その人がすごいのは裏の戸籍まで完全に作り上げてくれるって噂です。なるほどね。もう完全に偽ることができる。大したもんだな。私ここから外に出ると警察に見つかっちゃう。キリュさんお願い、人弁士に会って私のパスポートを作ってもらいたいんです。私の代わりに人弁士にお願いしに行ってくれないでしょうか。いいだろう、俺もそいつに興味がある。そうだね、そんなやつ見たことないからね。ありがとうございます、本当私嬉しい。でそいつはどこにいるんだ。七福通りのジュエルってお店行ってください。そこの彩香ちゃんが窓口してるみたいです。
すごい話だよ。いやー、この町のキャバクラっつうのは恐ろしいもんで、なんでもありだな。こっちが、入り口かな。でよ、じゃあこんばんは。あ、いらっしゃいませ。しめなら奥にいますよ。はい、会いました。ありがとうございました。なるほどね。じゃあ次はジュエル、ジュエルに行く。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。言ってるでしょ。いや、あー、ジャカ、久しぶりのジャカジャカですね。はい、やらかした。もとも最近めっちゃやらかすね。